晴れの日晴れバナナという名のこのバナナは、岐阜市の解体工事業者が去年3月から山形市で栽培を始め、今年初めて収穫されました。バナナは南国の果物ですが、凍結解凍覚醒法という種を凍らせて耐寒性を備えさせる技術を利用し、岐阜県の気候でも栽培できたということです。無農薬栽培で皮まで食べることができます。本当安心安全なものを、ぜひ、一人でも多くの方に召し上がってほしいなと思います。1本600円から1000円程度の高級品で、通販サイトなどで販売されます。